はいどうもこんにちは、きなです。今回は、12月の21日、更新日の15時になったんで、新しいお知らせが入っているんで紹介していきます。で、ですね、ちょっと見てきたんですけど、なんかね、すごい、やつ始まってたんですよね。まあ、とりあえず、重要なこと喋っていこうと思います。まず一つ目なんですけど、これですね、ハッピーホリデーレイドってわけで、なんと23日から新たなレイドバトルが開催するらしいんですよね。これ、まさかのじゃないですか。 今、レイドバトル、合体ザマスで VS やってると思うんですけど、それと二重でね、開催されるっていうことで、初めての試みなんじゃないですかね。で、えー、見ていきます。23日の15時からなんで、えっと、明後って土曜かなぐらいから始まる。金曜か。金曜の15時から始まります。で、26日まで。なんで、まあ、かなり期間短いですね。はい。といった感じで、今回のボスは、半身崩壊の合体ザマスって感じで、 まあ、あほぼ的は変わんないですよね。で、このなんか、雪印のクが入った、レイドメダルが手に入るみたいですね。で、これ集め幕って、多分ね、やり方変わんないんですよね。で、ボーナスキャラがこんな感じ。<laughs> もう、本当に前と同じメンツすぎて、全く同じレイド来てるんじゃないのかいって感じなんですけど、はい、えー、こんな感じです。で、報酬の、 えー、石とかがもらえるって感じで、まあ、報酬も一緒ですね。それで、同じボーナス量で、めちゃくちゃ危機感短いってことなんで、これ、あっちの今やってるレイドが、やってる間に登場して、ね、で、その中で終わるっていう、なんかハンターハンターの連載みたいになってますけど、これが始まるみたいですね。うんで、多分、石の獲得量とかも一緒やと思うんで、とりあえず、石1300個っていう、 考えでいいと思うんで、はい、1300無料で手に入ります。まあ、嬉しい人多いんじゃないですかね。てか、喜ばない人いないですよね。で、来ましたね、これ。フェスティバルチャンスのホイポイの第2弾でございます。これはね、ガチで1弾の告知、終了告知入れさせてもらいましたけど、むちゃくちゃでかいイベントですね。で、21日の15時から、なんでもう始まってます。で、1月の18日までなんで、まあ、約半月以上って感じですかね。で、 まあ、遊ぶことができるんで、むちゃくちゃ、これはゲットしてほしいですね。で、今回は、このシルバーのホイポイでございますね。これを入手しまくって、え玉、ー、集めて、で、その玉に書いてある数字の、えー、やつと交換できますよって感じなんで、まあ、前と一緒ですね。うん。で、ホイポイの入手方法も調べてきたんですけど、えー、全く一緒ですね。うん、このボーナスバトルとかを遊びまくることによって、 えー、ほいぽい、無限に手に入るようにやってるんで、やってください。で、交換所の内容も見ていきます。多分ね、全く変わってないと思うんですけど、前回で言うと、確か無料石とか、あとは LL マルチで、マルチジェットパワーとか、本当にね、やばすぎる、アイテムがたくさん手に入ってたんで、これ本当に嬉しいですよね。ちょローディング、いつもね、この、更新日の日の、交換所長いんで、皆さん気をつけてくださいね。動画がいても長いから。さあ。で、 これですね。あ、やっぱ変わってのはさげかな。うん。SP メダルとかあったっけちょっと忘れたんですけど。これ、マジでやばいですよね。こんなんやってくれるのもフェスティバルぐらいですからね。ほんまに大盤振る舞いのイベントとなってるんで、絶対やってほしいなと思います。で、これ、普通の、いつものホイポイと違って、僕的にいいと思ってるんが、そのアイテムのね、交換上限が設けられてるんで、その無限に京都とかレイドを周回する必要がないっていうのは、まあ、個人的には、 嬉しいですね。はい、もう、正直ね、レジェンズ配信は、もう一生回り続けてしまうっていうね、えー、特性があるんで、まあ、交換条件が設けられてるのは非常にありがたいといった感じで、しっかりね、特徴の玉集めて、特にここら辺のね、リムーバーとか、イシとか、LL マルチとか、絶対入手してください。で、あとね、これ、これですね、ラッシュメダルは絶対取ってください。ラッシュメダル、クソでかいんで、あとまあ、フラグメントメダルとか、ここら辺もね、もうフェスティバルぐらいでしか、 えー、手に入らないような、白物となっているんで、ガッツしね、えー、入手していただけたらなと思います。そんな感じで、ホイホイとレイドバトル。とりあえずこの一つがですね、今回の更新日で一番でっかい情報かなと思うんで、先に紹介させていただきました。で、なんかね、人気イベントが続々復刻ってなってるんですよね。で、これ中身見てみて、ちょっと期待してたんですけど、<laughs> <laughs> 無課金セルとか、全力激闘バトルとかそこら辺でしたね。ワンチャンね、なんか、蛇の道とか、長熟ラッシュライトとか出してくれんのかなって思ってたんですけど、これそんな人気なんかっていうところありますけどね。これ誰か、なんか投票したりしたんかな人気イベントなんか一体といった感じでございます。個人的には長熟ラッシュライトを早く出してほしいなといった感じでございますね。うん。さあ、ということで、前回学生の、 ブルー海洋券が実装されました。こちらもね、むちゃくちゃ面白い性能となっていたんでね、一本前で性能解説の動画上げているんで、ぜひとも見ていただきたいなと思いますが、変身後むちゃくちゃ強かったんで、はい。えー、面白いと思います。そんな感じですかね。で、地下の大会のシーズンが変わっていると言った感じですね。まあ 多分、毎シーズンね、強い編成が変わってくるんで、ちょっとわかんない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、あいろんなね、実況者の方の動画とか見ていただいて、はい、調べてもらえたらなと思います。さあ、そして、えっ、ー、と、今月2体の全開アウェイキングが復刻していますね。こちら、アルティメットソンごはんと、ちびごはんちゃんってことで、なんか、今月祭りが来てるんですかね。で、このごはんちゃんに関しては、 結構力の大会強いし、まあ、あかっこいいからね、イラスト好きって方もいると思うんで、今のうちに、まあ、ゲットしてもいいんじゃないでしょうか。そして、超軸ラッシュのシーズンが変わりましたね。えー、新たな覚醒のフラグメントが登場しております。えー、っと、これですね。神と神の戦いだ、ビルスの えー、印の入ったフラグメントとなってますけども、これね、気力回復速度爆盛りできるんで、ワンチャンまあトラベジーと相性にいいんかなっていう機会も込めつつなんで、ちょっとこれは厳選して使ってみたい感はありますね。はい。といった感じでございますね。基本的には、ここら辺のイベントが新しく始まったやつでしょうか。で、先ほど紹介した、ブルー海洋剣の全開覚醒と連動してですね、こちらの 超連戦バトルもまたまた来ているんで、忘れずにやってほしいなと思います。特にまあ新たなトラベジとか入手された方は、めちゃくちゃ簡単にスピス、キップでいけると思うんでね、やっていただきたいなと。無課金キャラが <laughs>、ボロボロ復刻してて草って感じなんですけど、結構ね、このセルもね、強いですし、このスーパーサイジントランクスちゃんもね、非常に優秀なキャラクターなんで、ぜひともね、入手してほしいなと思います。今週、なんやかんや、そんなに、内容薄い、 今週見なんかなって思ってたんですけど、なんかしら来てくれたんでよかったですね。はい。といった感じで、今回は、レジェンズの新たな最新情報を更新、えー、されていたんで、紹介させていただきました。はい。これからもレジェンズの最新情報、えー、お得情報、いろいろね、更新していきますんで、えー、ぜひともチャンネル登録と、高評価、よろしくお願いいたします。で、PVP とかももう、メン、メンテそもそもやってないからそうですよね。はい。まあ、とりあえず、 どうしようかな新しい覚醒フラグメントでも作って厳選して、トラベジとかでやっていこうかなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。